筋が通らない男には、あっ、家康の長男信康がまだ生きている時の話。少しわがままな信康を康政が注意をしたことがあった。あかん、うるせえ、やんのか。荒れた生活の信康はカッとなり、なんと康政に弓を引くという事件が発生。しかし康政を見たら堂々としてました。打ちたいなら打ちなさい。マジかよ。どんな人でも忖度しちゃうような天下人の息子にもしっかり注意。おい、お前ら将軍の息子なんて会社の社長のわがまま息子、パワハラ上司の日じゃないぞ。忖度なし、顔色うかがわない。ダメなものはダメ。俺が言える男だった。お前のためやねん。それにワイを殺せば家様も切れるで。それもそうやね。マジごめん。逆に信康を問いただすことに成功。正しいことを正しいという、これが大事だ。だから家康の信頼にもつながったわけか。